まずは、眉毛をほぐしていきましょう。この時しっかり3本指で眉毛を押して、ほぐしていきます。ちょっと手気持ちいいようにやっていきましょう。次はおでこをほぐしていきましょう。同じようにおでこをグッと押して左右でほぐします。少し上に上げるのがポイントです。はい、お次は前髪の生え際をいきましょう。同じように押して上に上げてほぐしましょう。はい、お次は後頭部を伸ばしていきましょう。後頭部がしっかり、緩んでくれると血流が上がり、目の血流がしっかり流れてくれます。次は、鼻毛化石ですね。眉毛のところをしっかりほぐして目の血流を、しっかり良くしてあげましょう。眉頭をぐっと指で押します。最後に側頭筋をほぐします。こめかみの部分をですね、グリ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 ほぐしましょう。ちょっと痛い、痛気持ちいい感じでね、押しましょう。はい、以上です。はい、ということで最近ね、クラブハウス流行ってますけども、はい、やっぱね、はい、目の疲れがね、どうしても溜まっちゃいますので、意外とね、耳で聞きながらも、やっぱね、画面見てね、誰が喋ってるか見ていくんで、やっぱ目の疲れもね、溜まっていくんで、ぜひね、目の疲れ溜めないようにね、耳がむくまないようにね、このマッサージぜひね、試してみてください。うん、そしたらこの続きがありまして、堀先生の方で、クラブハウスからね、はい、眠りと不眠症ですね、やるをシャキッとする感じ。うん、はい、眠りが、こうやっぱりね、こうみんなね、夜深いし、やっぱしちゃうんで、はい、まあ、シャキッとするよね、眠りを、まあ、シャキッとする感じですね。そんな動画をね、撮影してますので、ぜひチェックしてみてください。はい。はい。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。多数の芸能人やモデルも通う、日本一予約が取れない人気美容整体師、川島優輝。彼が全国に展開する整体フィラメントでは、毎月25日、21時にネットにて予約を開放。東京、大阪、福岡、宮崎の全国4店舗にて予約を受け付けます。整体で自分は変えられる。整体フィラメント。